はい、欧州から作文対策です。今日も作文のポイントをお話しします。作文の書き出しについて考えてみたいと思います。多分作文苦手な生徒さんは多分書き出しでかなり詰まってるっていうのはよく見かけますよね。はじめ何書いてるの、どこから始めたらいいんだろう。で、苦手な子だと大体僕はというとこから始めますよね。僕は、私はっていう、私は昨日どこどこに行きました。まあこんなの書き出し、1日ほら書き出すようなパターンが多いと思います。で、欧州間の作文でもその書き出しに困ってしまう場合、僕は、私はという感じから始めるとちょっと具合が悪い、あんまりいい書き出しではありません。で、欧州間の場合、たま、みんな慣れてくればいろんなパターンができてくると思うんですが、初めはですね、練習としてはこの資料から、この書き出しで始めてみてください。この資料からなんとかだとわかる。要するに資料に載ってるその問題文ですよね。問題文に出ているその読み取り、設問の読み取り、ここから何が見えるのかという部分、まあ、この資料の写真でもいいですね。この写真からでもいいです。この資料から、この写真から何とかだと分かる。それについての自分の考え。ここで初めて僕は、私はっていう部分使ってもいいと思います。その順番で必ず型にはめながら作文を書いていくと、そんなに悩むことありません。で、本番の時間も45分間、それに合わせて書いていかなくてはいけないので、まず書き出しのパターンを自分の頭の中で決めるっていうのが重要なポイントだと思います。ですので、まず資料の設問の意図をしっかり読み取るという部分から、この資料から何とかだとわかる。そこから始めてみて、自分の考え。それに対しての、まあ次は反対意見になりますよね。しかし、こう考える人もいるだろうということですよね。反対意見。ここまでのパターンをしっかり決めといてください。作文の書き出し、ここ一番時間が食ってしまう場合でもありますし、悩んでると時間のロスになります。必ず型を決めておいて、それでいろんな文章に対応できるようにする。これも一つのポイントなので、皆さん頑張っていきましょう。